アン、ユクックッマイナスニセルタスは、アメリカ海軍の水上艦用栄光ソナーシステム。アメリカ海軍では、1940年代より、海洋における音波電波の研究に着手した。これはまず、墜落した航空機搭乗員の位置を極限するシステムとして、結実したが、低周波の遠距離電波という特性から、間もなく、潜水艦の広域捜索への応用可能性が、 注目され、1960年末よりソススとして実戦配備された。当時、水上構想やシュノーケル構想が不要な原子力潜水艦の配備が進展したことで、レーダーやアクティブソナーなどによる探知可能性は極めて低くなっていたのに対し、原子力潜水艦は常に原子炉や蒸気タービンからノイズを発生するという特性があり、 パッシブソナーによる、調値は有望と期待された。ソススはこのパッシブ対戦戦システムの中核として、対戦創作に非常に活躍した。しかし、ソビエト連邦は、情報活動などによってこの、パッシブ対戦戦システムの重要性に気づき、1970年代中期より、ビクター3型 SSN や、チャーリー2型 SSGN、デルタ型 SSBN など、 対抗策を講じて静粛性を格段に向上させた潜水艦の艦隊配備を開始した。これによりアメリカ軍のパッシブ対戦戦システムの効果は減災され始めていた。このことからソースを保管して機動的運用される広域捜索センサーとして開発されたのがセルタスである。アメリカ海軍では1960年代よりリニアアレイを用いた 長距離探知の研究に着手しており、まず第一世代のシステムとして、1967年に、アン、s q r 1 4 1971年に、アン、s q r 1 5が配備されていた。セルタス1、SQR-15 を代替して、1984年より配備された。1985年には、ソスとセルタスの組み合わせは、 統合水中監視システムとして認知された。インビンシブル搭載のセルタス用ウィンチセルタスは音響測定管に装備して運用される栄光ソナーで、ソナーレイは8575フィート、栄光ケーブルは6000フィートという長大なものである。栄光深度は500500 500フィート、栄光速度は3ノットとされる。紹介任務は90日間。 紹介海域まで1500海里進出できる。なお、初期の音響測定艦は、モノハル排水量線形を採用していたが、高天時には、艦の動揺によって、栄光アレイの直線性が維持できず、探知効率が低下する傾向があった。このため、アメリカ海軍では1986年度のビクトリアス・ヨリスワス戦に移行し、 海上自衛隊の響き型音響測定艦もこれに習った。艦上には、アン、イスマイナスに音響信号処理装置が設置されているが、基本的に音響信号は DSCS 衛星通信によって海軍海洋信号処理施設に転送され、ソススの地震信,信号と共に解析される。また、後のモデルでは RDA、ルファ及び 英語音源が導入されており、RDA、ルファの技術開発モデルは1991年度に、これ以上エストに搭載された。ルファは1988年以降試験を繰り返してきた、北低周波アクティブソナーで235デシベル以上という大出力を誇る。ルファ、RDA、イスマイナスには、バイタスティックソナーとしての機能がある。 アメリカ海軍海上自衛隊。ありがとうございます。